ちは、仮面をつけたメイドさん、北山由衣です。久しぶりの上にいきなりで申し訳ないんだけど、実はこの後ね、作った動画を流すんだけど、久しぶりの YouTube すぎてカメラの設定等々ミスってまして、その画角がちょっとすごくすごく残念な感じになっちゃいました。全部撮影した後に気づいたので、撮影し直せなくてちょっとそのまま流すんだけど、あの温かい目で見ていただけたら嬉しいですというわけで行ってみよう。皆さんこんにちは、仮面をつけたメイドさん、北山あゆいです。めちゃくちゃ久しぶりに YouTube の動画撮影してます。動画をね、ちゃんと投稿したの去年の大晦日です。2022年は YouTube も頑張るぞって言ってたんですけど今、そうね、撮影してるの3月30日です。とはいえね、北山もやっぱ YouTube ちょっとやってかなきゃいけないのかなと思って、昨日の深夜2時くらいにね、あ、YouTube 本気でやるぞって思って翌日この動画を回しております。はい、ってなわけでね、今日は何をするかって言うと、開封動画をね、撮っていこうと思ってます。じゃん、いや何これっていう今年の1月に購入してあったメイド服福袋っていうものになります。1600円くらいでウィッグとメイド服と小物がランダムで入ってますよっていう福袋だったんですよ。1600円ってことで安かったので買ってみました。サイズが選べて、北山は S と M を買いました。なぜ S と M を買ったかっていうと、北山 S サイズなんですけど、実は S サイズって結構サイズ展開が少ないんですよ。S サイズがないメイド服もあるかなと思ったので、M サイズと S サイズを選びました。M サイズもね、普通に着れるので、ぴったりは S だけど、いいかなって。いいかなって。というわけで、早速開封してみようと思います。まず、一つ目のこっちの袋から開けていきます。ちょっと正直 S と M どっちか開けてみないとわかんないです今。よいしょ。はい、これ M サイズでした。こちらのね、青いメイド服入っておりました。ほっ、小物は、これは何だろう、ちょっと開けてみましょう。メイド服の下に着て、いわゆる下着が見えないようにするためのものだと思います。ウィッグの方も開けてみよう。こんな感じの、こんな感じの、ちょっと赤みがかった、少し長めかな、ラブライブの錦野真希ちゃんの髪型みたいな色と長さをしてます。で、本命のメイド服はこれ青色で、青色、これいくらなんだろう。あ、スマホない、スマホ取ってくる、待ってて。スマホ持ってきたので、これの値段をね、調べてみようと思います。余談ですが、見てこれ、北山のオリジナル iPhone ケースサインが書いてあるんだよよかったら買ってね。見つけた、カフス付きカラフルメイド 56% オフになってます。4950円が1980円。このメイド服福袋が1600円くらいだったので、あのもうメイド服だけでもプラスになってます。はい、結構はっきりした色の青いメイド服、ドラえもんみたい。でもこのカフスもついててすごい可愛くない？ちょっと着るの楽しみかも。 M サイズは以上になります。ということで次、 S サイズ。はい、いやね、一つ目はもうメイド服の時点でプラスっていうことでね、幸先いいので次も開けていこうと思う。せーの、おお、あ、ちょっと待って、多分さっきと同じで中に着るタイプの、問題はこれだよね。
同じだよね。かぶった。S サイズがないメイドックもあるだろうっていうことで M サイズを注文したんですけど、結果として全く同じ商品が届いてしまうっていう、まあ福袋あるあるなのかな。水色と青でちょっと違うから、まあいっか、いいとしないとやってらんないよねこれ。この下に履くズボンみたいなやつなんて見て、全く同じ。いいんだけど。じゃあね、ウィッグの方見ていこう。ウィッグはじゃん、こんな感じ。ピンクブラウンって書いてある。ちょっとほんのりピンクが入ってる明るいブラウンです。カットしたら可愛くなりそう。ちょっとこれ期待しててください。はい、続いて水色のメイド服も開けていこう。はい、セット内容はもうさっき紹介したのと全く一緒なんだけど、メイド服とカフスと、まあ、カチューシャとエプロン、オーソドックスだけど、もう北山的にはこのカフスがついてるのがすごく可愛いと思ってる。この腕につけるやつ。ざっと計算してみましょうか。メイド服自体は約2000円ですね。セミロングワンカールウィッグ。両方これかもしれないですね。3300円が 50% オフになって1650円。メイド服福袋とほぼ同じ値段になります。ちゃんと調べて計算してここに編集の時出しますね。はい、お値段こちら。じゃん。見えた？かなりお得になってるんじゃないかなと思う。もっと早く撮影してれば追加で買ってみてもよかったかもしんないですね。どこのブランドかとか全然言ってなかったんだけど、このボディラインっていうコスプレ通販サイトに売ってます。メイド服もウィッグももう別では買えるので、可愛いなと思った人は結構安い2000円でお釣り来るくらいで買えるので、よかったら買ってみてね。以上、メイド服福袋開けてみた。残念な結果にはなったものの、かなりプラスになったので、まあ様子として動画でもね出していこうと思うので、皆さん楽しみにしててくださいね。じゃあ今日はここまで。あ、待って、チャンネル登録と高評価していってくれたら嬉しい。っていうかしていってね。じゃあ改めてバイバーイ。はい、画角をミスった開封動画いかがだったでしょうか。もう顔ちょっともうめちゃめちゃ切れてた。もう残念すぎるよね。もうちょっと YouTube 頑張るのでね。よかったら応援してね。次は間違えないように頑張るよ。バイバーイ。